サージ兄弟、失礼します。はい、そういった方様、この午後のバラグループありがとうございます。私たちが本当にあなたの御心、正しい教理を知って福音を正しく伝えるものとなるために、どうぞこの授業をお持ちください。羽黒先生にどうぞ油を注いでくださって、語るべき言葉を語らせてください。また私たちの耳を開いて聞くべき言葉を聞いて自分のものとすることができるように、どうか助けてください。この時間を期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。それでは、すでに前期のレポートについては連絡してるんですけど、その仲介者の関係で、これ絶版なんですけども、何冊かはネット上にまだ1200円ぐらいで7冊ぐらい出ましたけどね、なくなったらですね、これ、コピーして、ね、ぜひプリントアウトして、ぜひね、読んでいただきたいと思います。特に聖霊論、前回学びましたけども、聖霊論に関する本もですね、私ももうこの最初はですね、ご紹介したようにR.H. カルペッパーのね、このカルペッパーの考えるという本、この後ろに重要参考文献ということで、本当にかなり30冊ぐらいですね、本当に優れた神学者たちの聖霊論のリストがあるんですけども、それ大体集めて読んでですね、そして一番最初に書いた三崎の牧師の時の25周年小論文というのはね、福音主義神学とペンテコステ経験の調和というね、そういう論文だったんですね。それもインターネットに掲載してますけども、それからずっと聖霊論、ライフワークの一つなんで、ずっと読んでくるわけですよね。この中でも紹介されてるわけなんですけども、英語では Go Beating God っていうね、本ですね、ジョン・ビー・テイラーですね、ここでは聖霊について驚くほど流麗なしかも独創的な書というのが紹介されてますけども、聖霊論をですね、本当に神学的論理的に書くだけでは不十分だなということをね、この本から教えられますね。非常に文学や哲学の領域からもですね、掘り下げてですね、書かれているというね、かなり の分量なのでですね、全部読んでほしいんですけども、特に読みやすい章としてですね、1章と3章ですね、そして10章、11章ね、でここはの中からですね、全部読む時間ない人は一つの章を選んで、そこからレポートを書いてもらってもいいと思いますね。私としては、こういうこんな文でも書いてありますけども、358ページね、実証のページ358ね、電話が出てますけども、このテンテコステ運動ですね、これはジョン・ヴィテーラーからですが、聖霊降臨主義というのが、そういうふうな翻訳になってるわけですけどね、素晴らしい翻訳なんですけども、カリスマ的な賜物に対する欲求がですね、このように絶えることなく再現してくる、特にラテンアメリカ、アフリカ宣教ですね、
このジョン・V・テイラーはアフリカ宣教になった人なんですけども、確かにですね、人間のですね、この言葉ですね、人間の全人性ですね、全人性に対する主張ね、主張として見られなければならない、ね、要するにですね、ペンテコステ運動、カリスマ運動がですね、こう全世界的なリバイバルに非常に貢献しているというね、これはですね、何も癒しとか印や不思議ね、そういう次元の問題じゃないんですよね。それは、外的なことですけど、もっと本質的なことはですね、ここで書いてあるのはですね、キリスト者は自分の頭脳生活を高く上げて理想化し、ね、自分の本能的な面を癒しめるという、この長年にわたるこのバランスの欠けた捉え方では、十分に生きることができないんだと。ね、だから真の成長はですね、この知性だけじゃなしにですね、人間の全存在に触れるね、全存在の必要にこの浸透する福音というものをね、これを明らかにしていくというかね、それを提供していくというね、そういうキリスト教でなければならない。このことが毎度この本の中で主張されている中心メッセージなんです。そしてそれがアフリカ選挙の中で現実に起こっているというね、こういう で彼はですね、このアラン・アンダーソンというのも南アフリカの神学者なんですけども、イントロダクションとキャブクサリーズで、これは授業でちょっと取り上げたことがあるんですけども、これも非常に素晴らしい歴史的記述ですけどね、でこれは特にどう言いますか、精霊と私たちの関わりというのはね、例えば一章の中ではちょっとだけ言いますと、マルチン・ブーバーですね、マルチン・ブーバーのですね、我と汝というね、我とそれという関係に対物的に我々はこうなりやすい、ね、しかし我と汝という関係の中に神様は私たちは導けてくださるんですね、アバ父よですね、父よ子よというね、そういう関係の中ですね、もうでもよくもそういう関係の中に剥ぎ取られて裸でこう直面するようになっていくわけですよね。でそういう次元を明らかにするキリスト教の提示でなければ、もはやですね、今日力がないということなんですね。だからどういうか、表面を見るだけではダメだとね、いうことなんですよ、これで教えられたんだね。それから三章なんかでも臨在ということをね、アンソニー・ブルームという、祈りの学校というね、カトリックの経営者ですけども、臨在はどういうふうに経験されるのかというね、ことがいろいろ書いてあるんですね。そしてこの実証ではですね、精霊降臨派と世俗時代における超自然的次元ですね。で、この章の最初の方ではですね、もはやですね、時間を区切って静止の時とかね、そういう数世紀前のですね、キリスト教クリスチャンの理想的なパターンというもの、そういうものをですね、きっちり守るという、そういうですね、在り方ではですね、今日のですね、非常に忙しい時代に合わなくなってきているというね。だから、そういうものがですね、そういうものが剥ぎ取られて、もっとこう、どう言いますか、この実存的な精霊の次元というものをね、この開かれていく必要があるというね。で、そういう次元がですね、ラテンアメリカ、アフリカ のペンテコステのですね、この驚異的なリバイバルの中にこの隠されているメッセージなんだというね、これをですね、私たちがこの解き明かしていかないといけないんだという、そういうことが書かれているわけですね。で最後にこの11章ではですね、愛することという章ですけども、聖霊における祈りと宣教の沈黙というね、でここでもですね、本当にですね、感動的な祈り、ね、イエスの祈りとはですね、
聖霊ご自身がイエスの祈りの息そのものなので、聖霊の流れで彼はアバと呼ぶ、また父親の神の愛する子である、そういう開かれた心ですね。そういうこのアバ意識とね、この深い次元をですね、本当にですね、解き明かしている。そしてまあ私たちがこう、ジョン・ピテーラーの中宣教師ですけども、狂気の活動主義から私たちが救われなければならない、もうなんか走り回ってですね、まあ、消耗をしてしまうですね、そういう生き方になっているんですね。そういうふうなことですね。まあ、そういうこう祈りと静寂ね、腐れた愛の臨在、クルシャルド・ブーコーとかね、こういうことが出てますし、それから私たちの本当に必要なのはですね、この静寂の祈りである、静寂の習慣を身につけることですね。まあ、そういうことがずっと書いてありましたですね。まあまあ、この4つの章だけでもですね、読むとですね、まあ、ここに、まあ、私はこれ何度も読んでるんですけど、一番こう深く書き込みがある章なんで、この4つの章ね、もう読んでね、いや本当にね、まあ、いつかここか、これもテキストとして授業をやりたいなと思ってくるぐらい あのすごい、本ですけどね、まあこういうこう、このまあ、今日もまあちょっと話しますけども、ね、私たちのまあ、ね、十字架の御業という、ね、キリスト論的次元、ねね、この食材というね、これはまあローマ書ではですね、3章、4章、5章、ね、解き明かされていますね。この食材の恵みがですね、この与えられているだけなしにね、でそれがこの私たちのクリスチャン生活の中でですね、この、まあ、御霊の次元というね、御霊の次元としてどのようにこのね、この食材の脈絡の中で私たちが働くかということが、まあ、ローマ書のね、6章、7章、8章、ね、に、まあ、展開しているわけですよね。でこの次元というものはね、そんなにですね、簡単に捉えられないし、浅薄なものでもないしね、でこういう本を読むとね、いや本当にですね、この御霊の次元というのはね、まあ、パンルーラーが言っているように、キリスト論の次元とは違う、もう一つの新しい別の次元であるというね、季節同時に食材に根差してそれが展開する、ね、働くというね、で私たちのこの必要ね、この人間の全人性にこの惜しみなく、ね、浸透していくというね、そういう次元であるということが、まあ、この本から読むとですね、まあ、本当にこう聞こえてくるメッセージですよね。でそういうメッセージがですね、まあ、私は今日必要とされていると思うんですね。そして、まあ、私たちの国では、まあ、ラテンアメリカ、アフリカのようなそういう形でもですね、いわゆるないかもしれないけどですね、私なんかから言わせればですね、まあ、こういう次元でですね、こう、まあ、例えばルドルフ・ボーレンなんかね、ファンドラーなんかでも扱ってますけども、まあ、こういう、まあ、この人は、まあまあ、何度も言ってますけども、奥さんが、まあ、重いですね、うつ病で、まあ、自殺をするわけですけどね、で十数年経ってからこういう、まあ、本を書いて、すごい読まれているですね。特にキリスト教会の歴史の中でそういう経験をした人たちがどのようにこの次元を御霊とともに生きたかね、いうことをですね、解き明かしている、まあ、こう本なんです。いやこういう本を読むとね、いや単にこう祈って癒されるというなんかこう自動販売機的ななんか御霊の働きやらしいね、いやもっと深いんだというね、精霊の次元はね、そしてもっと普遍的なんだね、
この現象にこの現れるとか現れないとか超えてね、そういう次元を我々は知って、そしてそれを追い求めてね、そしてこうあのこう待ち望んで、それを何かこう分かち合っていくというね、そういう普遍的な働きをしないと、癒されたか癒されなかったかとかね、そういう現象だけの次元ではね、あのどう言いますか、あの私は主の働きとしてですね、大きな欠陥を伴うんじゃないかなというね、と私はまあ思うんですね。まあそういうことも含めてね、今日の授業をちょっとやっていきますけども、それとですね、まああのまあ、あの一つはまあそのメインテーマはそれなんですけども、もう一つまああのまあ唐突と受け止められるかも分かりませんけども、本質的なね、まあ、議論になっている問題としては、まあ、慰安婦問題ですね。これまあウィキペディアでですね、かなり詳しくいろいろまあ情報が出ておりますのでね、非常にホットなテーマなので、まあ、小論レポートの、まあ、選択肢としてね、まあ、一つはまあこういう、まあ、政令論の、まあ、講義の補完的な学びとしてね、ジョン・ブイ・テイラーの、この全人性的な政令の働きの次元を、まあ、学ぶという、でもう一つはまあまあ、今日の、まあ、点でいけばですね、そういう、ま、救いというか、精霊の働きの社会的な次元のですね、応用領域として、まあ私たち、まあ、将来の教会の、まあ、教職者、また信徒リーダーとしてね、関わっていくものとして、まあ、この医学問題もの一つね、まあ、知っておいた方がいいだろうという。まあ、わりかしこう両方の立場が、ね、よく書いてありますので、まあ、32ページなんですけども、これ渡しますのでね、まあ、一応コピーして全員に、まあ、持ってもらって、もしこっちの方が、まあ、小論でも書きたい人があればね、こっちのテーマでちょっとまあ、取り組んでもらってもいいかなと。ね、これコピー係の、ね、2年生さん、まあ、私たち の、まあ、取り組みとしてね、そういうこういろいろ、まあ、キリスト教会というか、まあ、今までも右傾化の問題とかデザインセッションとかね、いろいろ、まあ、いろんなこうテーマがこう、まあ、ホットなテーマになった時に、それはやはりこう私たちが学んでいるこの福音主義のね、福音理解との関わりの中でこうどうそれを捉えるのかね、いうことをまあいつもこう学んできたわけで、まあ、それのですね、実践としてね、まあ、そのことも考えていただけたと思いますね。はい、そしたら、まあ、授業の方に行きますけども、まあ、今日はですね、まあ、今日から救済論ですね、救済ですね、今日の午後は救いの概念ですね、夜は、まあ予定論ね、やりますね。まあ、救いというのはですね、まあ、先ほども言いましたようにですね、このキリストの御業ですね、キリストの御業をですね、この私たちクリスチャン生活に適用することで、ね、救いですね。キリストの御業ですね。キリストの食材の御業ですね。私たちの
クチャン生活の中にね、まあ、適用されるね、だから、まあ、イエス様は昇天 されてですね、この御座にね、おられますけども、ね、そこから、まあ、あの聖霊が注がれていくわけですけども、この聖霊の働きのですね、まあ、根っこといいますかね、というのはこの十字架のね、食材の御業、一つと、恩と復活の御業であるね、食材の御業が、このね、クリスチャン生活の中に、まあ、働くのであるんですね、ですよね。しかしですね、この救いについてもね、非常に、まあ、多様なね、救いね、の捉え方もですね、非常にこう多様化しているとね。で、まあ、まあ、基本的なことをそうですね、まあ、大事なところを少し掘り下げて、まあ、見ていきたいと思いますけども、まあ、分類としてね、救い、時間の次元、それから必要の性質、所在、ね、手段、救いの運動の方向性、範囲、ね、それから最近の救いの概念について、解放の心理、実の心理、世俗心理、家族心、民宿心ね、これも少し大略的に、ね、分類的に考えていきたいと思います。まあ、救いをですね、こうどう理解していくかという点でね、このクリスチャン生活の最初に起こるね、イエス様を信じて救われたね、そういう形でですね、この端緒として始まりとして捉えるね、クリスチャン生活最初に経験するのを捉える、まあ、見方もあるしですね、それから、まあ、クリスチャン生活のこの始まってから終わりまでね、プロセスね、として捉えるね、救いの生涯、ね、そしてまあ、救われるのはね、やがて天国に入るとね、そういうことを未来として捉える、まあ、未来からまあね、ね、で、まあ、あの時間的にですね、まあ、福音主義神学ではこのと言いますか、時間的な点で言うとですね、ね、この始まり、ね、そして、プロセス、ね、そしてこの、まあ、ゴールね、変化でいくとですね、この始まりを、まあ、神聖とかね、まあ、義人とかね、あるいは、まあ、神聖ね、正しく生まれるね、そして、まあ、プロセスをですね、この成果ね、キリストに見せられていく、まあ、生涯ね、まあ、成果論でも、まあ、いくつかの、まあ、捉え方があるわけですけども、そして、まあ、ゴールはですね、まあ、何か言ってますけども、ウェストミンスター1号パーク32日の中で、私たちが死後直ちに、ね、神に迎え入れられる、ね、そして、この栄華される、ね、キリストの同じ姿に変えられる、ね、そういう、まあ、形ですね。そして、まあ、この救いね、いうものをですね、必要ね、必要の本質ね、あるいは、まあ、領域と、まあ、いうことで、まあ、考えていくとですね、まあ、伝統的にはですね、私は福音主義の、まあ、救いというもののですね、この根本はですね、この
垂直的なものね。まあ神様がね広いねこの絶対的なね、正しい神様だ。そしてこの被造物とあるね、人間がいるね。そしてこの人間がですね、そういう神の御心を生きるよう作られたのにこのね御心に背いてね、堕落したね神からの分離ね。の分離ね。そしてまあがあるとね。それに対して救いはとはですね、この神様と人間とのですね、壊れた関係の回復である。まあ、聖書を読むとですね、特に旧約聖書を読むとね、絶えずこのヤロボアム、ね、王様たちがですね、あの神の前に罪を犯したというね、こういう表現を繰り返しているんですね。だからこの罪という問題はですね、この第一義的にはですね、この人間のまあ言ったらこのレベルのものではない。神様との関係の問題であるという、ね、ことなんですね。それがまあ日本人には非常に分かりにくいとよく言われるんですね。神の前ね、神の御前ね。だからこの神様のことをですね、また福音に関して、まず神様がわからないとですね、この福音がわからない、ねね、だからこの私たちの福音主義のですね、まあ救いの視点っていうのはですね、垂直的である。第一義的にね、バーティカルね、垂直的ね、第一義的に。ここを押さえとかないとですね、最初のボタンをかけ間違うことです。だから道徳的なこととかね、なんかこうもっと社会的なことかね、そういうふうにこう内面的なことかね、そういうふうにボタンを最初にかけると救いがなんか混乱してくるし、聖書わからなくなるんですね。でこの、まあ、比較してですね、見ていくとですね、この、まあ、リベラルな、まあ、神学なんかではですね、これはまずこの第一の問題はですね、ホリゾンタルね、この水平的なものである、ね、水平的、ね、要するにこの、ね、私たちの対人関係、ね、対人関係、あるいはこの、ね、もっと広げてですね、まあ、対社会的関係、うん、そこでですね、この他者と調和できない、ね、このですね、この調和の欠如、あるいは人類の中の不和を取り除くことがこの救いである、ね、人間関係、社会的関係を癒すことがこの救いである、ね、まあ、そういう面でこう、まあ、関係の神学ですかね。
形で、まあ、いくつかの、まあ、あのタイプがあるんですね。後で出てくる、まあ、解放の神学とか、エニミズムの神学とかね、このいろいろですね、貧困の問題とか差別の問題とかね、まあ、先ほど取り上げ